タニコおはよう。タニコ行ってくるからね。お留守番よろしくお願いしますね。頼んだからね。お家の辺はね。寒い寒いだと思うからね。暖かくねんねしててくださいね。よろしくお願いします。おはようございます。ただいま8時半前ですね。先ほどサニくんにお留守番をお願いいたしましたが、急遽2泊3日で旅行に行くことになりまして、高まっておりますけれども。あれタムちゃん帽子かぶってんにゃん。クシュンしてますけど。タムちゃんおいで、帽子かぶってんにゃん、かわいいんだよね、タムちゃんね。まあ今週はサックスギビングでホリデーモードなのでね、お父さんね、お父さんもお休みを取りまして、今回はどちらに行くんですか？結び立ち全然わからないんだけど、本日はですね、ジョシュアツリーというね、ところに行きましょうということになりまして、で、途中でね、一泊して明日はセドナに行く予定となっておりますね、お父さん。で、あさってのんびりと帰ってくるっていう感じなんですが、今日はどのぐらいドライブしますか？2時間。まずは2時間ね。はい、はい、で、その後はパークから宿泊先までは3時間。 OK、 ということで、まあそんなにすごく長いドライブではないんですけれども、安全運転でね、楽しく行ってまいりましょうね。よろしくお願いします。はい、はい、それでは行ってきます。あとね、30分ぐらいで着くらしいんですけど、ガソリン入れとこうかっていうことでね、止まっております。外すっごい寒いみたいですね。よし、じゃあちょっとおトイレ行ってこようと思います。パーク内入りました。ちょっとね、入り口でね、並びましたけど、まあでもそれも少しだったね。このね、チラホラとこう出てくる、先にモケモケモケっていうのがついているこの木が、これね、ジョシュアツリーですね。さっき私ちょっと調べたけど、リュウゼツランの仲間みたいですね。これがね、いっぱい生息してるから、まあここの公園がジョシュアツリー国立公園っていう名前のようですが、まあこの子を見ながらですね、今日はね、ハイキングね、楽しみたいなと思います。第一のスポットに着きましたが、ここはですね、ペットフレンドリーではないんですね、全然。なのでトレイル、舗装されているね、道はね、ワンちゃん入ってっちゃいけないので、ここピクニックエリアなんだけど、ここは OK で、まあうちからね、一番近い国立公園ではあるんですけれども、ペットフレンドリーではないからね、お父さんあんまり興味なくてね、今まで一度もね、調べたりね、行こうっていう思ってなかったみたいなんだけど、まあよくよく調べたら、ワンちゃんと一緒に旅行をするみたいなサイトって言ったらいいのかな、みたいな、お父さんよく最近見てて、それで調べてみたんだけど、ワンちゃんもね、ちょこちょこ行ってるっていうのをね、見てね、今回通り道だっていうのもあるからね、来てみたんですけど、これも仲間じゃない？学名はユッカなんとかって言うんだけど、ジョシュアツリーね、英語の発音だとヤッカらしくって、なのでこの辺の地名でヤッカバレーっていうのもあるんだけど、あ、ポビコお父さんお仕事してますよ。いや、ちょっとね、お仕事終わったらね、この辺フラフラとして写真など撮りましょう。お父さん触ったらしいけど痛いって。いや、めっちゃ優しく触らない、ちょっと舐めてかかったら刺さるで。あ、ほんとだ、時々しかも硬っ。あ、危ないこれは。てか折れて落ちてきたら怖いね。こんな感じでね、ぐにゃーっとこの子こんななってるの。あ、あっちにワンちゃんいる。ほめこ友達いるね。ん、行きましょうか。撮ってるよ、私が。あ、そう。うん、俺を撮ってほしいらしいから、カメラで写真撮ったりなんだりしてますけど。ポミちゃん、お父さんこっち向いてなきゃダメじゃん。ポミちゃん、ポミちゃん、ポミくん、いいよ。はい、ポミ、ポミあっちよ。はい、ポージュして。ポミあっち、ポミくん、本当だ、何がいるんだろう。ゴーファーじゃないよね、大きいもんね。
ちょっとお外歩く分にはね、爽やかで気持ちいいんですけど、めっちゃ乾燥してるけどね。長く外いると寒い。日陰にはいられないぐらい寒いですね。本行くとってもご機嫌さん、テンション上がってる。これもすっごい、私でいかがになっちゃうけど、ときとき、これすごいね。危な、危険。私が写真撮ってる間にもうみんな車戻っちゃってますね。第2のスポットに到着いたしました。今度はどこ行くんだろう。どうぞ。隣の車ワンちゃんいたよ。あ、そう、うん、こっち行くみたい。お、すごい。第3のスポットというか、ここならね、この子たち自由に歩けるよっていうね、場所に来ました。オフロードなんだけどね。ここを歩くの？それとも中入んの？中は入ったらあかんらしいよ。あ、そうなんだ。車が行けるところは車のペット歩いてください。でもだからこういう道が多いから、うん、やり方次第ではフレンドリー。だってお花咲くんじゃないの？違うよ。なんかちょっと眉みたいな。うんこやった。違うよ。発想がいいな。お父さん、ファンデーション高いね。嬉しいんだね。かっこいい。うん、お写真撮ろう。かっこいいじゃん、もう危なー。ホーミー。岩の上でね、ポミ君のかっこいい写真いっぱい撮りまして、そしたらポミ上機嫌ですね。めっちゃテンション上がっちゃって、記念撮影でやんちゅうよ言って車来てますね。端っこ歩きましょう。お父さんの好きなね、オフロードにやってまいりました。こちらは何ていうところですか？なんだろう、ジオロジーツアーロードだったっけ。ガタゴト道ですね。もっともっとすごくなってくるのかな。あ、車高が高くないと無理なとこはもう行かへんで。もちろんやめてください。ちょっとセドナーでしんどかったから。まあ行けるところまで行ってみましょう。オフロード出てまいりまして、もう2時過ぎたのでご飯にしようと思います。はい、お父さんおにぎりどうぞ。どうも。うん、オフロード私はほぼほぼ寝てました。揺れとね、あったかくてポカポカしてて眠くて眠くて。車は傷だらけのローラよ。横をさ、めっちゃさ、ああいう枝をがね擦れててすごい音してたなとは思ってたんだけどね。まあ洗えばなんとかなるでしょうって言ってたけど、お弁当をねいつも通り作ってきて、おにぎり、これは鮭ご飯のおにぎりと、お魚中トロかな、焼いたのと、ヒデのソース持ってきたので、トマトとキュウリと、あとセロリね、スティックにしたのと、大根の漬物があります。ということでね、いただきます。昼食食べてね、車でブンとまた走ってきました。車が通る道ね、OK なので。ずっとブーブー乗ってたもんね。もう皆ね、気分転換にね、お散歩してきましょう。すいませんけどね。本当に人気がゼロでございます。360度、すごいね。
ではね、ちょこっとね、こうまっすぐなね、何もない人気のない道を歩いてまいりましたが、ただいま3時ですね。これからね、ジョシュツリーナショナルパークを後にいたしまして、本日出るのに1時間ぐらいかかる。広いからね。モハーベ砂漠とコロラド砂漠ですね、が交わっている場所なんですけど、まあとりあえずね、1時間ぐらいかけてパークを出て、それからですね、本日のお宿に向かいたいと思います。今日泊まるところはどこですか？フェニックス、アリゾナですね。ということで、動作にね、また運転頑張ってもらおうと思います。車走っておりましたら、またちょっと違った植物が入ったので、お父さん止まってくれましたけど、モフモフだけど、あれも触ったら痛そうだね。トゲトゲでしょ、どう見ても。よし、では行きますか。よし、では行きましょう。ちょっとね、ターゲットに寄っております。すごい個人情報なんですけど、いきなり女の子になりましてね、あれって思ってるので、ちょっと買ってこようと思います。ホテル到着しました。今お父さんね、残りの荷物を持ってきてくれるということで車戻りましたが、今回もね、一泊目はキッチン付きのホテルにいたしまして、冷蔵庫、冷凍庫、食器やらマイクロウェーブなどなど、ディッシュウォッシャーもありますね。といっても火をね、使うところはついてないんだけど、マイクロウェーブだけでいいよってね、お父さんに言って、反対側にバスルームですね。まあ普通の、至って普通のバスルーム、こんな感じかな。変わった形のシンクしておりますけど、あ、前言ってる。お父さんかな。おかえりー。おいでー。奥に進みますと、ワーキングデスクのようなものがありまして、ソファーと、ここに全身鏡があるね。今回はツインのお部屋にいたしましたので、ベッド2つ、ソファーでテレビ見るようになってんだね。でもとなんかこのスペースはすごいなと思うんだけど、長期滞在用だからねとは思いますが、ここにクローゼットがありまして、これはね、おしゃれ要素なのかなと思ってるんだけど、ここからちょろっとお外が見えます。今日はですね、こちらのお部屋お泊まりになります。ポミックとサムちゃんご飯食べました。うまかったか？違うよ、これママのだもん。ということでね、人間もご飯にしようと思います。お父さんビール持ってきてまして、私はこの前これコスコで購入したんですけど、ジュース美味しいの。これグレープフルーツ味ね。で、あとは適当なサラダにだし巻き卵を乗せたものと、これはもつ鍋ね、レンジでチンして、あと昼食べたマグロとおにぎりがあります。あと大根のお漬物もあります。お父さんパン1ですのでね、まあ落ち着いて食べましょう。お疲れ様でした。乾杯。それではいただきます。ポミちゃん、おやすみ。ごめん、巻いてるの？ね、寝てたんじゃないの？疲れてるんだよね、ポミちゃんね。みんなご飯が終わったらね、落ち着いてね、ねんねし始めまして、ソファーの上だったり、トイレシートの上だったりね、いろんなところで寝てましたけど、ポミ君は何かの上に乗って寝たいから、床に直接ゴロンするよりはね、トイレシートでも敷いてあればね、その上に寝てるんですけど、今はですね、お父ちゃんのベッドでねんねしてるんだよね、ポミちゃんね。今日はお父ちゃんとねんねする日でやんちゅよって言ってね、ベッドに乗せてもらったんですよね。ちなみにお嬢はそこにいますけど、トミが最初枕取ったんだけど追いやられましたね。譲ってあげたんだよね、タムちゃんにね、優しいからね、トミだね。トミ君、今日一日いかがでした？楽しかったですか？もうずっとね、ニッコニッコさんのご機嫌さんで、一番テンションの高い時のね、ぴょんぴょん歩きしてね、お散歩しておりましたが、昨日の朝からお父さん泊まり行くよってね、トミに言ってて、その時点からもう高まっておりまして、私たちがね、ドタバタとね、準備している間もずっとね、一緒にくっついてね、行動してまして、自分たちのご飯やおやつ、お洋服とかをね、パッキングしてるのを見てね、入れたでやんじゅねーみたいなね、確認したりしてね。ねえポミ、楽しみにしてたんだよね、ずっとね、お泊まりね。よかったね。明日もいっぱい歩くってよ、お父さん。今日はいつもに比べたらそこまで歩いてないよね。でも明日いっぱいいっぱい歩くみたいだからね、しっかりねんねしてね、明日また元気にいっぱいね、お散歩しようね。今日も一日ありがとね。ゆっくり寝してください。おやすみ。あら、タムちゃん起きてくれたの？お耳めくれしゃんじゃん。タムちゃんもおやすみ。首屋さんしてるんだよね。夜寝るとき撮りますか？
よいしょ。あ、どっちのよう言ってますけど。夜寝ねの時は撮りましょう、サムちゃんね。サムちゃんも今日一日楽しかったですか？サムちゃんもお友達すごく好きだもんね。お出かけ大好きだもんね、ナムニャもね。おみくとお父ちゃんとママと行くのよ、言ってね。ご機嫌者なんだよね。最近彼女が車に乗るとですね、運転席に来るっていうのをね、覚えまして。今日移動中はずっとお父さんのお膝の上座っておりましたが、ほとんど寝てないって言ってたけど、お父さん。あんまりにもね、疲れてると後ろに行って寝るみたいだけど、基本的にはお父さんのお膝乗ってね、移動中は座っていたみたいですね。まあなのでホテル着いた後はね、コミックと一緒でね、まん丸さんになって寝ておりましたが、お父さんね、ソファーで仕事してたんだけど、お父さんの横でまん丸さんになってたり、ここ乗ってね、まん丸さんになってたりして、まあ落ち着いて寝れる時にね、ぐっと寝ればねいいかなとも思ったらね。ナムちゃん、でもお父さん運転してる時タムちゃんいると危にゃいよって言ってたじゃん。お父さんは3人の命を預かってるんだから安全運転させてくださいって言ってたよ、ナムちゃん。お父さんの膝乗るのが好きなんだよね。ブーブーの運転お手伝いしてるつもりなんですよね。タムちゃん明日もブーブー乗るけどね、お手伝いしなくていいからね。ブーブー乗ってる間はゆっくり休んでくださいね。明日いっぱいハイキングするみたいよ、ナムちゃん。またこの辺が中央くなるんじゃない？真剣にお手入れしておりますけども、お手入れ終わったら明日に備えてね、ねんねしてください。今日も一日ありがとうね、ゆっくりねんねしてください。おやすみ。なんだかちょっとすごいライティングですけれども、ただいま1時過ぎになります。サムちゃん潜っていってますが、お父さんはもう寝ておりますけれども、食後ね、みんなね、それぞれゆっくりと過ごしまして、お父さん少しお仕事してて、私はね今まで編集してたんですけど、で合間合間にシャワー浴びて、12時過ぎぐらいかなにお父さんはおみさむと一緒にね、ホテルの周り一周ねお散歩してきて、それでねベッド入って眠りました。ということでね、本日から2泊3日でね、またもや弾丸旅行に来ておりますが、今日はですね、ジョシュアツリーナショナルパークというね国立公園に行ってまいりました。前々からお父さんね、ジョシュアツリーの話はしていたんですけれども、ドッグフレンドリーじゃないんだよねっていうのをねいつも言っていて、なので近くていいんだけど行くことないねなんてね言ってたんですが、いつからだったかな、旅行に行く時に参考にしているねホームページがあって、そこでねちょこっと調べてみたら、もちろんドッグフレンドリーではないんだけれども、工夫次第ではねすごくドッグフレンドリーなパークだよっていうのをね読んで、今回ね行くことを決めたんですが、まあというのも舗装されてる道はトレイルとかね、まあ、ワンちゃん入ってはいけないんですけれども、車道がねオフロードになっているねところがいっぱいあって、でその車道ならワンちゃん歩いていいんですね。でしかもやはり人気のスポットっていうのはもちろん舗装されているので、そういった舗装されてない車道はですねほとんどね車も通らないから、すごく歩きやすいよっていうことで、今日もね最後立ち寄ったところはね人気全くなかったんですけど、まあもちろんねその有名な見どころっていうのはワンちゃんと一緒ではね行かれないには行かれないんですけど、なので僕はなんだろうねってねチラッと見ながらね車をですね走らせていたんですが、そのジョシュアツリーという植物ですねがたくさん生えてるんだけど、有名なストップポイントっていうのはですね岩なんですよね。岩ボルダリングとかも有名な場所みたいなんですけど、いろんな形した岩があって、多分車走らせてる時とかもちょこちょこ岩映ってたかなと思うんだけど、こんなね感じのね岩がねあって、で一見岩がね積み重なっているように見えるんだけど、そうではなくて、もともとあの岩は溶岩マグマで地中からぐーっと盛り上がってきて地表に出てきてるんですけど、地中で溶岩が固まって水だとかなんだかんだに触れて化学反応を起こして溝ができて、それがどんどん深くなっていって岩同士がこう分裂していって、あたかも積み重ねたみたいに見えるっていうの、そういう成り立ちらしいんですね。なので本当に危なっかしくこうなってるところに薄っぺらいね一枚岩が乗ってるみたいなねところもあったりするんだけど、その岩が何かの形に見えるよっていうので名前がついていたりとかして、難しくないところだったら簡単にポンポンポンってね岩も登れるんですけど、そういうのを見たり、ジョシュアツリーがいっぱいね生えてるのをその岩の上からねビューがいい
いいから見たりっていうのが多分ね本来の楽しみ方なのかななんては思うんですが、まあですがその岩にね今回は登ることはありませんでしたが、今までねまあそんなに数は行ってないけどちょこちょこね国立公園ね旅行には来ておりまして、いつもね違ったね景色が見れるんですよね。今回もですねまたね違った景色で、まずねジョシュアツリーが生えてるっていうのをね見たことも私はなかったし、それがねいっぱいね何にもないね砂漠ですよねに無数に生えてて、砂漠にそんな感じで無数に植物生えてる景色も見たことなかったし、それでねジョシュアツリーの形がまた特徴的だから何とも言えない面白い風景で、またね新しいね自然の姿をね見れたなと思いまして、とってもね楽しめました。ということでね朝のお話しいたしましたが、明日はですねセドナに向かおうと思っております。セドナはねワンちゃんすごくフレンドリーで基本的にどこでもね歩けるし、2年前かなにもこの時期サンクスギビングの時期だと思うに行ったんですけど、なのでこれでセドナは3回目になるかなと思うんですが、明日はどうやらねお天気が大丈夫かな持つかなっていうね感じで、しかもね寒いようなので、今日も寒かったんですけどより寒いようなのでしっかり防寒してね行きたいなと思っているんですが、ここはねヒルトン系列なんですけど、セドナのホテルはヒルトン系列ではないねホテルにね泊まってみようかっていうことで、そのホテルもねすごく楽しみだなと思っておりますし、特に明日のプランはお父さんには聞いてないんですけど、私たちね歩くの大好きだからね今回はどこ歩くのかななんて思っておりまして、今からですねとってもワクワクしております。まあということで明日もう8時ぐらい8時過ぎにはねホテル出たいと言っておりましたので、本日はですねこの辺りで終わりにして休みたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。